さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。ゴールデンファイターズ相手陣19ヤードからのファーストダウン10。ここでランニングバック26番ハンドオフを受け、中央からそこから右に切り返し、これが相手ディフェンスの裏を突く格好になり、そのまま一気にエンドゾーン格好でタッチャー。ゴールデンファイターズ見事な攻撃によりまして6点獲得となっております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ14点、磯野スーパースターズ0点、リードをゴールデンファイターズ広げる形に成功いたしました。まさにとっさの絶妙な判断でした。26番一旦はコース通り中央切り込まんというところ、相手のディフェンスの状況を見まして右にボディ右にターンを切りまして、この判断コースをし一気にエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン決まりました。素晴らしい判断でタッチダウンに結びつけましたのは26番の川内です。大手門学院大学出身のプレイヤーです。さあタッチダウン上げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入ります磯野。右サイドライン駆け上がりまして磯野スーパースターズ自陣40ヤード付近を確保してこの位置からの攻撃と変えます。大変いいリターンを確保によっていい位置を確保した格好には成功しています。自陣38ヤードの位置にボールあります。さあ磯野ここから試合を有利に、再び状況を五分に戻す形でゴール攻撃、完結することになるでしょうか。磯野スーパースターズ自陣38ヤードからファーストダウン10。さあタックルするとさらに左に3枚固めているが、クォーターバックそこからキープをしようとしましたが、しかし相手はこれをカバーしておりました。2ヤードロスに変えております。あえてバックスをすべて左側に固めるような状況に持ち込みましたが、タックルスプレッドをさらに使っております。さあ左右に2枚タックルを両サイド、そしてバックを左に固めた。そして外へ振ると見せかけて縦へ切れ替えました。約3ヤードしかし獲得になっております。クォーターバック7番は足立です。さあここから何が展開できるか非常に興味深い奇襲ではありますが、しかし左右に人数バランスがシンメトリーになっている。インターセプト、ターンオーバー。ここで奥にレシーバーを走らせ相手の裏を掴むとロングパスを投じました。しかしそのパスを取りましたがゴールデンファイターズ22番
インターセプトにより攻守交代となっています。揺さぶってその奥を掴むというところでしたが、しかしそのパスを取りましたが、ゴールデンファイターズ22番工藤インターセプトしまして、この攻撃を奪還する形に成功しております。ゴールデンファイターズファーストダウン10、パス不成功です。クォーターバック3番右にスプリントアウトし、ダンパスオプション走るか投げるかの選択をしようとしましたが、いずれもカバーされたためパスを投げ捨てました。結果的にパス失敗という形になりまして、セカンドダウンに変わります。これもその投げ方によっては反則になりますが、今のは非常に絶妙な形で投げ捨てました。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、さあ今度はクォーターバックハンドオフフェイクから左オープン展開を図りました。磯野もここに食らいつきまして、ゲインは2ヤードから3ヤード程度にとどめております。ゴールデンファイターズサードダウンに状況を変わります。ゴールデンファイターズサードダウン7、パスは成功です。パスは成功しております。ここで、攻撃権更新図らんと11番にパスを投じましたが、11番この時にボールをジャックルしました。確保しましたが、その際に大きく下がる格好になりましたので、結果的に攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン4、パンツフォーメーションを取ります。さあリターン行った、これはナイスリターン。磯野リターナー84番このパントをキャッチし、そのディフェンスを置き去るように中央を切り上がりました。最終仕留められましたが、結果的に15ヤードほどリターンになりまして、次元44ヤードを確保し、この位置からの攻撃となります。磯野スーパースターズ次元44ヤードからのファーストダウン10、ここでリバースプレーを展開しました。ハンドオフをフェイクし、そこからクォーターバック右に流れるところ、その逆をついて走ってきた1番が左サイドに展開するリバースを決めました。相手の裏を掴むという形で1番タックルをかわし、約8ヤードゲインに変えております。素晴らしいランを披露しましたのは1番の美濃浦でした。岐阜大学出身。磯野スーパースターズセカンドダウン2、パス不成功。クォーターバック18番ここで奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、あわやインターセプトになりかねないという状況でした。しかしパス不成功でサードダウンに変わります。
磯野スーパースターズサードン2。ここでランを投入、攻撃権更新ファースト磯野、ここでランを使いました。ランニバック32番ハンドオフを託されまして、右オフタックル掛け上がり、攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースト、見事攻撃権更新したが32番の中川、金沢大学出身です。さあ攻撃権更新になりまして、相手陣44ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。抜けたね。さらに行く。ビッグイファーストー。ここで磯野ランニングバック24番にハンドオフ。リバースプロットから相手にハンドオフ見えない状況。この今日ついたか24番左オープンの走。見事ゴールデンファイターズディフェンス陣切り裂きまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーストー。鮮やかなランを披露しましたが、磯野スーパースターズ24番の長谷川。名古屋商科大学出身のルーキーです。失礼しました、どうやらここで反則が発生していた模様です。オフェンスにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいた模様です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッターし、先ほどのプレー無効でファーストダウンをやり直しとなります。クォーターバック18番ロングパスを投じんと構えましたが、しかしディフェンスカバー厚く緊急発進のランプレーに変えました。しかし前進にはなりましてセカンダウンに変わります。クォーターバックは18番の田中が務めております。岐阜大学出身、磯野スーパースターズセカンダウン14。さあここでドロープレーを投入、パスに見せかけランニングバック突入させました。キャリア32番密集点突破しまして、約5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。ランニングバックは32番の中川が投入されました。金沢大学出身です。そのスーパースターズサーダン8。シナル出ました。さあこの反則は果たしてどの状況で発生した反則でしょうか。スローブイ遅れまして誠に申し訳なく思います。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触妨害をしました。前パスが浮いている間は双方ともに接触しては基本的にいけません。パスコースを防ぐこと自体を体を張ること自体は禁止されています。この反則はディフェンスを犯した格好になりまして15ヤードペナルティー、従いまして攻撃権更新になりまして、そのスーパースターズファーストダウン獲得です。磯野スーパースターズ相手陣26ヤードからのファーストダウン10。パスは成功、しかしナイスディフェンス。
ここで外で展開しているワイドレシーバー1番にパスを投じました。キャッチはできましたが1番、しかしゴールデンファイターズディフェンスに殺到しましてゲイン3ヤードにとどまっております。タフなキャッチをしかし、実施できましたのは1番の箕浦でした。岐阜大学出身。磯野スーパースターズセカンドダウン7。さあ中央ランペキャリア32番、密集点突破を図りました。ゲインは約3ヤードにとどまっております。ここで32番の中川にを投入しました。さあ磯野サーダウン4の状況に変わります。磯野スーパースターズサーダウン4、ボールオン相手陣20ヤード。クリア下がりましてエンドゾーンめがけてのパス右サイドライン駆け上げました。これで終了は11番、これをキャッチしましてタッチアウトになりませんでしたが攻撃権更新になっております。磯野スーパースターズファスター、見事キャッチしました。磯野スーパースターズ11番の松田が6回地大学出身のプレイヤーです。さあ磯野これで相手陣1ヤードに迫りましたのファーストアンプゴール。ここで磯野スーパースターズ後半1回目のタイムアウトを投入しました。磯野大変素晴らしい攻撃を展開しましてついにゴール前1ヤードに迫っております。このチャンスをなんとかものにせんとここでタイムアウトを投入しました。さあここで投じる策はどういったプレーでしょうか。そのスーパースターズファーストアンドゴール残り1ヤード。これはゴールデンファイターズなしです。ここでクォーターバック自らその足でエンドゾーンを目指さんと中央切り込みましたが、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンス集まりましてロスに変えています。セカンドダウンに変わります。そのスーパースターズセカンドダウン2ゴール残り4ヤード。さあ左いけるか、飛び越えた、タッチダウン。この距離をクォーターバック18番が自ら決めた。左に展開しディフェンスの7番がそれを飛び越えました。エンドゾーンと入り込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ田中の鮮やかなランにより6点を返す形に成功しております。そしてトライフォーポイントに入ります。フォーメーション組んでいる2ポイントコンバージョン2点狙います。さあどうか、2ポイント成功、2点獲得になりました。この2ポイントコンバージョンパスによって決まりまして、結果このワンプレーによる得点は2点が追加されます。従いまして磯野スーパースターズ8点、ゴールデンファイターズ14点、その差6点という形にスコア変わっております。実に鮮やかな 決着でした。クォーターバックジャスカン左に展開しディフェンス村上だからそれを飛び越え一気にエンドゾーンに入り込んでタッチダウンを決め、さらにその後のトライフォーポイント2ポイントコンバージョンに挑み
右側に3枚重ねたレシーバーのそのうちの1人にパスを通しまして見事2点追加となっております。さあ磯野、これによりましてワンプレーで上げられる最大得点8点を獲得しまして逆転ができる可能性を作りました。試合時間は残り2分57秒となっております。磯野としてはこのキックオフの蹴り方が非常に重要です。オンサイドキックという選択肢があります。これを考えましてゴールデンファイターズは最前列に選手固めました。オンサイドは10ヤード以上蹴ればどちらが抑えてもいいルールを狙った短いキックです。さあその裏を突くのか、これはその最前列を越えましたショートキックを蹴りその裏をついてボールを確保するという格好を狙うキック、オンサイドキックだったようですがしかしこれは、ゴールデンファイターズ抑えましてゴールデンファイターズ自陣45ヤード間の攻撃に変わります。さあゴールデンファイターズ自陣45ヤード間のファーストダウン点に入ります。試合時間は残り2分51秒。パスは成功、まずパスプレーが入りました。左に見ましたワイドレシーバー11番にパスを通しそこからランアフターキャッチを図らんというところしかしこれは磯野が見事対応しましてゲインは1ヤード程度にとどめております。キャッチしましたのは11番の伊藤でした。しかし中で倒された格好ですので時計は回り続けております。ゴールデンファイターズセカンドダウン9。ここでホイッスル、ここで2ミーツウォーニングに入ります。ここで後半の2ミーツウォーニングに入りました。さあ試合は残り2分の攻防に移ります。ここからは勝っているチームはできる限り早く試合を終えたいと試合時間を消化していく戦術に転じます。逆に現在ビハインドになっているチームは何としても早く攻撃権を得まして可能な限り短い時間で得点を上げることが求められます。その意味では守備側にあります磯野は早く攻撃を取り返す必要があります。逆にゴールデンファイターズはいかに時間を食い潰すかが求められます。さあ攻撃権はゴールデンファイターズ、ボールオンは自陣46ヤードからセカンドダウン9。さあ左側にアンペを振った、ここでホイッスルが鳴っている。磯野ここで後半2回目のタイムアウトを使います。磯野としては何としても時間を確保したい。この段階で守備でタイムアウトを取ります。その意味でもこのサーダウン4が止められるかどうか非常に重要になります。
さあチアによるクラップヘッズ、クラップハンズになっております。このクラウドノイズ実りますでしょうか。ゴールデンファイターズサーダン4、ここでランペをゴールデンファイターズ投入しましたが、磯野96番立ちはだかりまして、このランを阻止、フォースダウンに変えます。ここでホイッスル、磯野ここで全てのタイムアウトを投入します。ラストタイムアウトを取りまして時間を確保し、試合時間は1分45秒で時計止まっております。それが可能になりましたのは、先ほどは磯野96番の素晴らしい対応でした。96番早川、日本福祉大学出身のルーキーです。さあタイムアウトとけまして試合再開、ゴールデンファイターズフォースダウンセブンでパントフォーメーションを取っております。パントはリターンを避け右サイドライン側に蹴り出す格好に出しました。結果的に磯野スーパースターズティーン30ヤード付近で外で出まして、この位置で攻守交代となります。さあこれによりまして残り時間1分39秒で磯野スーパースターズ攻撃権を確保します。さあ磯野このチャンスを生かしまして得点上げ逆転なるでしょうか。自分30ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。パス不成功、まず最初のパスプレー、これは不成功となりました。磯野スーパースターズセカンドダウンに変わります。ガキ様、ゴールデンファイターズ頑張りのメッセージありがとうございます。文字通りゴールデンファイターズ優勝にかけましたディフェンス、ここで披露できるか。そのスーパースターズセカンドダウンテ、このパスを防いだ、パス不成功、サーダウンに変わります。さあ磯野の3回目攻撃、サーダウンテ、試合時間は残り1分28秒。ここでトータルパス、一気に攻撃を打開戦というロングパスを、しかし取ったのはゴールデンファイターズ、インターセプト。
ットにより攻撃は変わります。投手と対ターンオーバーでゴールデンファイターズに攻撃点が移ります。ゴールデンファイターズ自陣33ヤードからのファーストアンテ、ここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。ゴールデンファイターズ側にアンスポーツマンライフコンタクト、スポーツマンとしてふさわしくない行為があったという反則が生じました。この反則は重大な反則として扱われます。15ヤードのバッターを受けましてファーストダウンやり直しという格好に変わります。ゴールデンファイターズファーストダウン25、2ダウン、膝をつきましてランとして終了し時計を回します。磯のスーパースターズタイムアウトを全て使い切っておりますので時計を止める手段は残っておりません。それほどの勝負を磯野は仕掛けました。ゴールデンファイターズセカンドダウンロング、2ダウン、時計を回します。刻一刻試合終了に向けて時計は進んでおります。残り時間10秒を切りました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ14点、磯野スーパースターズ8点でゴールデンファイターズの勝利。この結果、ゴールデンファイターズブロック全勝となりまして、ブロック優勝確定となりました。そのホームゲームで何としても勝利したいというところでしたが、惜しくもそれは届きませんでした。しかし最後までそのゴールデンファイターズの勝利を脅かす素晴らしい奮闘、ナイスファイトでした。ゴールデンファイターズ見事勝利しました。全勝おめでとうございます。本日もご声援ありがとうございました。惜しくも敗れましたが、しかしその素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。
この布比グリーンスタジアムで行いました試合最終節のこの一戦、見事な一戦となりました。見応えある戦いを両雄ありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはぶどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助け取り、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたストーリーだったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと、 X2 ウエスト、 X3 西日本の全チームの共同企画によって実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。ただ本日はその配信サイトを作成する際に誤って私の個人サイトの方で作成しましたことをお詫び申し上げます。しかしその機会を生かしましてこの配信を実施いたしましたのは私道楽屋千代でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。